砂場出た。吸い込んでちょっと咳が出る。ピーナッツバターパン、いただきます。
しもか。私もギターに集中したい。バーガーも食べました。あのとろーりのやつ美味しかった。うん、メイクしてない。なんかさ、あんことさ、お餅のさ、お餅で右左分かれてますよね。いや、美味しいよね。お餅の方派でした。そう。仕事頑張ってね。頑張ってきます。頑張ってらっしゃい。しがちあんこだから。ちょっくらお見送りみたいなのができないんですよね。はいよ。ベーコンポテトパイもうないんじゃないかな。からん。でもちょっと昨日食べ過ぎたので私は今日どうにかしてどうにかしてどうにかせんと。今日会うから話す。昨日は回転寿司でした。いいな。眩しい。なんか
空白。次はグラコロ。グラコロ、グラコロ、グラコロ、グラコロ。今日は鬼のレッスンだったよ、そう。ブブー。恐縮ですが、今日は私の誕生日。お、ちょっと今お誕生日センスがないんですけど、大丈夫でしょうか。多分夜もね配信するんですが、ポップさんお誕生日おめでとうございます。イエーイ、おめでとう、おめでとう、ポップさん。また夜来れたらぜひ来てください。おめでとうございます。ジャマの次の人、おめでとう。久々に配信見に来れた、ありがとう。お仕事行ってきます。前髪伸びた。どうも、とかとは違う。切りたくないんですよね。なんかどっちもの、なんか分けるのと前髪あるのと、なんか両方楽しめる感じになりたい。難しい。でもいいところには、方ですね、きっと。多分まっすぐに切られてたらパッツン、なんかここもパッツンだし、ここもパッツンだし、ここもパッツンだしみたいな。多分ライザンさん、12位テブニアンさん、11位アモズさん、10位ソリオさん、9位マサジさん、8位長谷川さん、7位コータンさん、6位セリアさん、5位キャンシーさん、4位マムルンさん、3位坪井ゆうすけさん、2位ダンディさん、そして1位はドゥルルルルルンチェジャンマサさんでした。ありがとうございます。
そして今日のワーキングナンバー22はドゥルルルルルンジャジャン丸三角四角さんでした。ありがとう。それではまたお会いしましょう。今日も一日頑張ってください。またね。ありがとう。バイバーイ。